けている場所。全国でホームセンターを展開する DCM の防災に関する展示コーナーで担当者に聞きました。怪我だったり、避難経路の阻害、あと火災というものが発生してしまいます。自分自身の命を守るためにもこういった家具の固定というのは大切というふうに言われています。東京消防庁の調査によると、近年の地震で怪我をした理由として家具類の転倒などの割合が 30% から 50%。 その一方、県内で住宅の家具類を全く固定していない人の割合は 50% に上るというデータもあります。こういった突っ張り棒タイプであれば、ネジとか釘も使わず屋根とか壁とか、あと家具の方にも傷をつけないので、賃貸の住宅でも取り付けもしやすいかなというふうに思います。問い合わせも多いという正しい取り付け方は、家具は揺れたら必ずこう前に倒れますので、必ずこの家具の後ろ側にこの突っ張り棒を取り付けるようにしてください、はい、それと、必ずこの両端ですね、この家具の天板と、横の板が交わるところが一番強度ありますので、ここに取り付けるようにしてください。ここで中村さんからワンポイントアドバイス。天井をこう突き破る可能性がありますので、そういった力を分散させるためにこういった当て板をつけることで、強度を保つように。家具の天板と同じ大きさの当て板があると安心感が増すそうです。突っ張り棒を大体の長さに合わせてネジを止め、最後にこの部分を回してしっかりと突っ張るようにします。緩んでいないかを確認して完了。定期的に、そして大きな地震の後にも緩みがないか確認することも大切だということです。このほかガラスの飛散防止フィルムや揺れると扉を固定してくれるグッズなどをプラスすると、より自宅の安全度が増すとのこと。日頃生活する時間が長い部屋、リビングだったり寝室ですね、そういったところから優先的に取り付けていただけるといいかなというふうに思います。命があって初めて避難できることになりますので、家族がいる場所、自分がいる場所になりますので、そういったところの安全を自分自身で守るというのはとても大事かなというふうに思います。